選手の交代が行われています。さあ後半戦が始まります。シュート、まだある。日本右サイドからのコーナー、切れていきます。リエカ、ラムス前、右へ回す。どう展開するのか。ワロル、後半5分経過。デイン、前方にクリア。後半10分が経過しました。大きくクリア。北川、縦に出します。止めた。奈良橋、前に送ってパーラ、前方へ。土屋、後半15分。パーラ、ショート、前にボールを送る。寄せ、ディフェンス、キーパー正面。奈良橋、後半20分経過しました。ディフェンダーに当たった。リエカ、ニアに来た。いいボール。後半25分で。お、ここから打ってきた。チームを増やしましたね。最後はデイン、シュートは ここで選手交代があります。試合時間は75分が過ぎました。
リエカ。デイン。守れ。これはキーパー真正面。土屋前へ。フリーマは危険だ。ちょっとイージーすぎたか。ゆっくりとボールを回します。前、ここで選手の交代です。日本、交代枠を使い切りました。水島。さあ、いい位置でのプレスキックです。おお、狙ってきた。これはもったいない。すでに試合時間は85分が経過しています。センターに戻します。オフサイドにはならない。守りきった。再び取り返す。高木打った。キーパーの正面です。前方にクリア。ロブを上げた。頭で合わせた。キーパー正面。試合終了まであとわずかのところで失点。